米沢実の古典部シリーズ評価、評価は2001年11月に刊行された、米沢実のの推理小説、古典部シリーズ第一作であり、著者のデビュー作である。第5回、角川学園小説大賞内で新設された、ヤングミステリーホラー部門で、奨励賞を受賞後、角川スニーカー文庫、スニーカーミステリークラブから刊行された。角川文庫の、 カドフェス杯2012において、総合第3位、大学生が選んだ、第1位、カドフェス杯2016、カドフェス杯2017において、高校生が選んだ、第1位であった。2012年にテレビアニメ化及び漫画化。2017年11月3日に実写映画公開。本作は、もともとはショーへの投稿を意識して、自身のサイト上で公開し、 オンライン小説を公開するホームページのポータルサイトでミステリー部門の1位を取ったこともある連作短編形式の小説であり、章への投稿の際に長編に改編された。文庫版の英題は You Can't Escape で後に The News of Time へと変更された。古典部の結成から古典部の前に現れる日常の謎を連作的に展開しながら古典部部長、 センタンダイルのおじ、関谷淳に関わる過去にまつわる謎を解いていくまでの、高校入学の4月から夏休みに入って間もない7月末の出来事を描く。本作では、著者が小説家を目指すきっかけとなった、北村薫著、六の宮の姫君のように、テキストクリティックを重ねて、ミステリーを作る手法と、後半では、アントニー・バークリー著、 毒入りチョコレート事件の要素が取り入れられている。なお著者は後書きにおいて、本作は部分的に実際にあったささやかな事件に基づいており、その事件を小説に仕立てる上では、デフレスパイラルの模式図と NHK 教育で放送されていたテレビドラマサブリナから大いに影響を受けたと記している。何事にも積極的に関わろうとしない。 省エネ主義を信条とする神山高校一年生の折木、笹久太郎は姉、友恵からの勧めで古典部に入部する。しかし、古典部には同じ一年生の先丹田エルも一身上の都合で入部していた。笹久太郎とは、草霊園の福部里氏も古典部の一員となり、活動目的が不明なまま古典部は復活する。そして、エルの強烈な好奇心を発端として、 笹久太郎は日常の中に潜む様々な謎を解き明かしていく。ある日、笹久太郎はエルから助けを求められる。それは彼女が元古典部部長のおじから幼少期に聞かされた古典部に関わる話を思い出したいというものだった。笹久太郎の幼馴染みで、里氏に好意を持つ伊原真也花の入部後、古典部の文集、評価がその手がかりだと知った。 笹久太郎は仲間たちと共に評価に秘められた33年前の真実に挑むことになる。笹久太郎が L、マヤバナ、サトシの用いた資料と仮説から読み解いたのは33年前、神山高校で当時の校長が学力重視の方針を打ち出し、また学生を連帯させ運動を激化させる可能性を潰すために文化祭の縮小を目論んだが、 生徒たちは反発。関谷淳がそのリーダーとして反対運動を展開。6月に非暴力による実力行使を行い、文化祭は縮小されずに済んだが、学校はほとぼりが冷める文化祭の後に関谷淳を退学にしたということだった。しかしとも、恵みの一言で33年前の事件で退学になったことは関谷淳も本意だったと思っていた推理に補完が、 必要と感じた、笹具太郎は、古典部の仲間と共に、評価、第2号の序文の著者、氷山陽子イコール、神山高校師書糸井川陽子に、関谷淳の真意を問う。糸井川は、関谷淳が、学校側の処分を恐れる反対運動の、メンバーたちから名目上のリーダーに持ち上げられていた、こと、運動の最中にキャンプファイヤーをした際に、 閣議場で火事が発生したこと、その後消防車の水圧で閣議場が反壊してしまったこと、文化祭終了後に名目上のリーダー、関谷淳がその責任を負って退学に追い込まれたことを告げる。そしてその話から、関谷祭りの語源が関谷の名字から取られたことが明らかになる。しかし、関谷淳が命名した評価の意味だけは、糸井川でもわかっていなかった。 ただ一人その意味に気づいていた、笹久太郎は、評価の読み解き方を教える形で、その意味を伝えてゆく。ようやくその真意に気づいたエルは、幼少期に、関や純から、強くなれ、弱いままなら、悲鳴を上げられなくなる日が来ると言われ、生きたまま死ぬ恐ろしさで泣いたことを思い出した。評価は、関や純がダジャレを通じて、自身の思いを託して命名していた。評価イコール、 アイスクリーム、アイスクリームと、声はテレビアニメ版、評価での担当声優。縁は実写映画でのキャスト。詳細な情報は古典部シリーズ登場人物へ。2012年古典部シリーズが評価のタイトルでアニメ化された際は、アニメの第1話から第5話の間で本作のストーリーが展開されたが、時系列は4月から6月頃までの間となっている。 また、原作が出版された2001年からアニメ放映が、された2012年に、年月が変更されたことから、関や淳の身に起きた、33年前の出来事が、45年、前の出来事へと変更されている。古典部シリーズがタスクオーナー作画により、評価のタイトルで、月刊少年エース2012年3月号より、連載されている。本作は、第1話から第9話の間で、 ストーリーが展開された。テレビアニメと同様、関谷淳の身に起きた33年前の出来事が45年前の出来事へと変更されている。2017年11月3日公開。劇場公開数は225巻。工業収入ランキングでは初登場時にはベスト10圏外だった。2016年2月24日。 角川が発表した2016から17年のラインナップに示された映像化プロジェクト指導作品の中で評価のタイトルで実写映画化されることが判明した。3月22日にロケ地の栃木県足利市映像の街推進課ホームページ上でエキストラの募集が締め切られた後、3月25日には群馬県安中市のホームページ上でもエキストラの募集が告知された。 ありがとうございます。